Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!グリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。グリムスパンキーギターボーカルの松尾レミです。この番組は音楽の話はもちろん、私たちのプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、グリムスパンキーの不思議な世界に皆さんを招待する番組です。今日はですね、ギター亀本体調不良のためお休みです。なので私一人で進めていきたいと思います。イエーイ。いつも騒がしい亀がいるんで、今日はちょっとリラックスして喋れそうですね。これを聞いたら亀が何というか分かりませんけど、楽しんでいきたいと思います。今日の放送はですね、なんと映画不能犯の主演松坂桃李さんと監督の白石浩二さんとのインタビューをお送りします。その中には亀はちゃんといますのでご安心ください。松坂桃李さんとその監督の白石浩二さんがゲストに出演していただけるということで、本当にねスペシャルな回になっております。そして、毎回ゲストを呼ぶたびにやるあのもうやばい、入国審査もやっておりますので、皆さん、楽しみにしていてください。それではその前に1曲お聴きください。グリムスパンキーの新曲でインジエアー。お送りしたのはグリムスパンキーでインジエアーでした。それではこの後、松坂桃李さんと監督の白石浩二さんとのスペシャルなインタビューの模様をお送りします。グリムスパンキーラジオ、インスタントネーション、インスタントネーション。 This program is broadcasted at each station in the JFN affiliationグリムスパンキーレディオインスタントネーション。グリムスパンキーのギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。今日はですね、スペシャルなゲストが、はい、相当スペシャルです、来てくださっております。自己紹介お願いします。はい、どうも皆さんこんにちは、松坂桃李です。イエーイ。やばい。そして監督の白石浩二です。よろしくお願いします。イエーイ。やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、現在公開中の映画不能犯の、白石浩二監督と主演の松坂桃李さんがこの番組に来てくださいました。ありがとうございます。嬉しい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。ですね、この、番組はですね、インスタントネーション、インスタントの国ということで、ラジオの番号を合わせると、開く、国、インスタントの国っていうことでやっていて、入国審査があります。入国審査、僕があるアクションをするので、それに対するリアクションでこの国に入れる人間かそうじゃない人間か決まるという。なるほど、入れない場合もある。これ入れなかったらやばいっていうパターン。入れなかったらもう終わりです。終わりっすよ。じゃあちょっといきますよ。はい、お願いします。最初に先に謝っておきます。すいません。はい、いきますよ。はい、あれ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 、すごい。ありがとうございます。これはもう完璧です。ありがとうございます。入国していただきます。OK なんですか。即入国、OK、 今スタンプ押されました。これ OK です。本当ですか。なんと家族みたいな感じでしたね。なんかでもよかった。コミュニケーション取れた感じ。取れた感じ。よかったです。あー、よかった。ありがとうございます。はい、ということで、映画不能犯について白石監督からあらすじをお願いします。はい、この映画不能犯はですね、嘘吹忠という謎のお金を取らずに人の殺しを請け負うぞという男が主人公で、ですね、なんて言ったらいいですかね。請け負うのが仕事で、その請け負う人っていうのがこう業にまみれた、欲にまみれた人たちなんですよね。はい、そうなんですね。で、結果そういう人たちをどんどん死に追いやっていくというね。はい、で、果たしてこの嘘吹忠という男は何のためにそんなことをやっているのかと、お金のためでもないはずなので、でそれをその沢尻映画さんが演じます、多田という刑事がですね、追い込んでいこうというような映画でございます。はい、はい、ありがとうございます。そうなんですね。すごい、僕ら普段音楽の話ばっかりしてるので、こうやって映画のことをね聞くのにね、今ねすごく緊張してる、どうしようと思って。うん、そうなんです。次何聞く。
何でもいいですよ。松坂さんのやられてるその嘘吹きさんは人間なのかどうなのかってところも怪しいところですよね。謎のもうミステリアスな色気のある役だと思うんですけど、映画が完成する前の状態で見ていたんですけど、まだ完成していないにもかかわらずすごいオーラを放っていたので、皆さんにそういうところもちゃんと見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。そう、僕はね、試写に行かせていただきまして。あ、そうですか。はい、もう見たんですけど、で、もともとその最初に書く前に原作も当時5巻ぐらいまで出てたんですから、はい、それ読ませていただいてすげえ面白いなと思って読んで、で、僕がなんか面白いなと思った話というか何個かいっぱいあるじゃないですか、その話が、はい、それが結構使われてたんですごい嬉しかったですし、なんかこう撮影とかしてて監督から見て松坂桃李さんはここがやっぱすげえみたいな、なんかありますかね。やっぱすげえ、非常にその人当たりが良くて、はい、現場での立ち振る舞いもすごくジェントルなんですよ。はい、でなのに、まあ、なのにって言ったらあれなんですけど、それでいてかつお芝居も素晴らしいという人が、まあ、大体役者さんは どっちかの方に触れるようなところがあるというふうにこう私 のデータだと、はい、なので、やっぱり両方兼ね備えて、しかもまあ、この映画 の番宣のためにものすごい数のバラエティ出演の本数をこなしてるんですけども、はい、普通役者さんはそんなことやりません。そこまではやらないですよね。だって普通のお芝居の仕事もありますから、はい、とんでもないですよ。それをね、非常に積極的にこなしていただけたっていうのは本当にこんな稀有な役者さんいないなと思ってますね。完璧人間じゃないですか。完璧人間。そうなんですよ。いやもちろん見せてないところはあると思いますよ。はいはいはい見せてないところあると思いますけど。そう、だってうちらのラジオ番組にもこうやって遊びに来てくださるから。いや、そうですよ。こんな、こんなって自分で言ってますけどもね、こんなに来ていただき、僕びっくりしてる。今よくわかんないもん。いやいや、ね、もうラジオ好きですから僕。嬉しい。私も好きです。ありがとうございます。本当に。ちなみにお二人の好きなロックとかありますか？音楽、何でもいいんですけど。音楽、はい、ロック、それは、アーティストさんとか。そうですね。そうですか？なんか好きな音楽。ああ、僕はバンプオブチキンですね。でもライブ行かれてましたもん。そうですね。そうです。何度か、はい、はい、私も好きです。バンボブ。本当ですか。はい、大好きです。すごいびっくりしました。一番バンプさんの中で好きな曲なんですか。曲ですか。うん、難しいね。曲はダイヤモンドとか。あ、めちゃくちゃ最初じゃん。なるほど。最初の最初じゃん。そうだね。なるほど、なるほど。はい。ダイヤモンドね。まあいい曲ですよね。そう、いい曲ですよね。いい曲。ユグドラシルが好きなんです。ああ。ちょっとバンプの話めっちゃ盛り上がっちゃうじゃん。監督の好きな、はい、私の好きなのはですね、まあエレファントカシマシは昔から好きで、まああと、まあ、ちょっとガレージっぽいのが好きなんで、はいはいはい、キングブラザーズっていう、ああキングブラザーズ、はい、マーヤさん、はい、ギターウルフとか、ギターウルフ、まあ海外だとやっぱりジョン・スペンサーとか、ジョン・スペンサー、いいです、結構ガレージロック好きですね。聞いてますね。はい、いいですね。いいですね。ジョンスペとか好きですね。うんうんうん、すごいね。こんなプライベートなことを聞けちゃった、ね。いや本当に音楽どういうのが好きなのかなって気になってたんで。うん、はい、ですか。嬉しいですね。はい、白石監督から、うん、指示されてこれはちょっと難しいなとか困ったなって思ったシーンありますか。うん、困ったな。ありますか。困ったな。困ることはなかった。ですけど、うん、はい、なんだろうな、ニア角度っていうのは、うん、そうですね、それに関しては結構カットによってはそうですよね、もうちょっとこうみたいなっていうのはいろいろありましたね。そのニアっていうそのまあ口角といいますかね、はいはいはい、あ、ニアーってやあ、そういうことですね。似たのこの下がりぐらい、はいはいはい、ちょっとここではそこまでいかない方がいいですね。そうですね、難しいですよ、すごい難しい、絶妙なさじ加減と言いますかね。そんなあるんですね、ちょっと。じゃあそのシーンによってその口角の上がりとかを表情それでつけて全部変えているっていうことなんですか。まあそこでもうこれはもう監督とのなんかこうコミュニケーションを取りながら、なんかここぞという時にマックスのニターというかね、はい、そうですね。ちなみにその監督はそのニター具合っていうのを、例えばなんか表現、うん、ここはこういう感じ、こういうのを想像してとか、風景をこういうのを想像してとか、うん、そういう指示はされるんですか、うん、それでももう角度とか結構具体的なことしかあんまり言わないです、ね、はいはい、でもまあその裏にあるのはもちろんその、うん、
そのセリフを言う相手に対してどういう気持ちなのかっていうところがまあ根っこにはあるわけなんですけど、あんまりそこはくどくど言わなくてもきっと分かっていただけるだろうなと思うので、まあまあそういう具体的なことだけ大体言います。すごいですね。演技って難しいよね。僕ら一回あのその主題歌をやったドラマに一瞬だけ出演したことがあって、なんかとんでもない演技をしてしまって、とんでもないもう大根の大根の本当やばい学園祭の劇みたいななんてドラマですか、なんて作品ですか。捜査一課長っていう、あの警視庁、警視庁捜査一課長の主題歌。何役、ちなみにお二人何役なんですか。その聞き込みされる一般の人みたいな、はい、通りすがりの、なるほど、はい、あっちにみたいな感じで言うんだけど、そう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 、ひどいことになってあっちに来ましたよみたいなことを言うんですけど、はい、本当にひどいことになってた。ちょっと見てみたいですね。ちょっとそれは本当にもう、まあ、音楽をやってるので、その役者さんがどうやって、うん、どういう風にやられてるかって全く知らないので、うん、やっぱこうすごいなって本当に思いますし、舞台挨拶からもう、うん、ね、違うんですよね、やっぱね、普通の、うん、あのすごいよね、なんかこう違うスイッチが入る瞬間があるのが見えるというか、本当にすごいなと思います。ね、ミュージシャンがこうステージに立つのとはなんかちょっと違う、うん、別の質な感じがするよね。そうだね、あそう、うん、スイッチの入り方というか、はい、まあ、でも私あの先日ね、はい、ライブ拝見させていただきましたけど、はい、やっぱりこうステージの上でのなんですかね、こう盛り上げ方のテンションはやっぱすごいなと思うんですけどね。へー、まあ、そういうのとこうすごくフラットなリラックスして楽しんでもらうのとのこう緩急がすごいやっぱ素晴らしいなと思います。ありがとうございます。うわ今度よかったら気になる、ライブ見たいです。ぜひ見たいです。ぜひご招待します。かっこいいですよ、はい、かっこよさそう。ぜひ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 、ね、では最後に、お二人から、映画不能犯について一言ずつお願いします。はい、これは監督から、はい、一言ずつ、一言じゃなくてもちょっと大丈夫ですか。はい、お願いします。何言でもお願いします。まあ善とは何か悪とは何かみたいな、うんうん、なんかみんながそれをどういうふうに捉えてるかみたいなのが結構まあ意外と曖昧なんじゃねえかみたいなところを、うんうんうん、描いているところなので、まあ、そういうところを楽しんでいただきたいのと、まあ、いろんなキャラクターが非常に暴走していく様を見るのが楽しい映画ですんで、そういうところを楽しんでいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、本当に監督が今言ったそういうまあメッセージでとか、まあ、人が変わっていく様というのももちろん面白いですし、あと監督はもう映像とやっぱ音にもすごいこだわって、うん、ね、ポイントポイントでちょっと、はい、人が殴られる音とか、音とかね、またそれがすごいいい効果なんですよ。よりそこのシーンがゾクッとくるような感じになっているんで、ぜひ何でしょうね、まあ、もう耳でも目でもこう楽しめる本当にスリラーエンターテインメントとなっていますんで、皆さんぜひ劇場までよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もう一つだけ言っていいですか。はい、はい、お願いします。これ言わなきゃいけないです。お願いします。当然グリムスパンキーさんがこう主題歌をやってますんで、うん、最後に曲がねこうかかりますとか、そのね、もう曲のかかるそのタイミング、そのかっこよさみたいなとこはかなり命かけたんで、その曲のかかり具合と終わり具合、いや、まあ、ここは見ていただきたいなと思いますね。ぜひぜひ、はい、ぜひ皆さんそこにも注目して見てください、はい、本当に最高の映画なので、うん、皆さんぜひ、映画もうみんな友達も家族もみんな連れて見に行ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。というわけで本日のゲスト、映画不能犯の白石浩二監督と、主演の松坂桃李さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで映画不能犯のインタビューの模様をお送りしてきました。皆さんいかがだったでしょうか。めっちゃスペシャルで、すごい楽しいインタビューでした。もう松坂桃李さんも白石監督もめちゃくちゃいい人で、あ、これはみんなから好かれる人たちだなって本当に心から思いました。きっとインタビューを聞いていただいた皆さん、その、ま、人間性がきっとこう分かるんじゃないかなと思います。本当に楽しいインタビューでした。白石監督がね、すごいさ、キンブラが好きみたいな、言ってたんですよ。音楽何が好きですかっていう時に。で、最後に、お疲れ様でしたって言って、握手したんですね、監督と。で、私、こう、普通に握手して、その後に、ちょっとこう、角度を変えて、もう一回握手するやり方が好きで、いつもそうやって握手するんですけど、そうやって、ちょっとね、こう、変わった握手の仕方をしたら、白石監督が、めっちゃボソッと、わあ、キンブラみたいだ、かっこいいって言ってて
どういう意味か分かんないんですけど、なんかとにかくあの力強い感じに多分キンブラを感じたのかな。あのすごくねそういうちょっとあの強い感じが好きらしいですね監督は。だからあの監督の撮る映画みんななんかちょっと挑戦的なのかな、怖い感じなのかな。であの松坂さんもすごい音楽が好きらしくて、あの私たちもインタビューでいろいろこうロックのインタビュー受けるんですけど、まあとあるライターさん、ロックのライターさんから、松坂桃李君すごいあの音楽ロックが好きだからきっと話し合うと思うよってこう言ってもらったこともあったので、まあいつかちゃんとこう深い音楽の話ができればいいなと思っております。カメもめっちゃ楽しそうだったしね。それでですね、松坂桃李さん、あの初めて生でお会いしたんですけれど、カメがね、カメが冗談だとは思っているんだけど、僕さいつもさたまに松坂桃李君に似てるって言われるんだよねってすごい言うんですよ。まあそんなわけない、そんなわけないと思っていたんですね、思っていたんです。で実際松坂桃李さんに会いました。で亀を目の前にして松坂桃李さん話してます。で私の隣に亀います。見比べてね、やっぱりね似てないですよ。似てない、似てないよ。だから亀はちゃんと分かったのかな、それでもやっぱ僕に似てるって思ったのかな。似てないです、似ていませんが、亀には亀の良さがある、松坂桃李さんには松坂桃李さんの良さがあるということで、映画もぜひ皆さん見に行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして、グリムスパンキーのライブ、お知らせします。5月12日、武道館、ここでワンマンライブやります。映画から入った人もグリムスパンキー聞いたことないよって人もぜひ、もうみんなウェルカムなので皆さん遊びに来てください。5月12日、武道館グリムスパンキーワンマンライブです。それでは今日のラストナンバーです。もちろんこの曲、映画不能犯の主題歌で書き下ろしました。聞いてください、グリムスパンキーで愚か者たち。グリムスパンキーラディオインスタントネーション、グリムスパンキーラディオインスタントネーション、もう早いものでエンディングのお時間です。今日はですねインタビュー、松坂桃李さんと白石浩二監督、そして今日はいない亀本と私の4人でお送りしまして、そして進行は私一人でお送りしてきました。一人のラジオねめっちゃ楽しいですよ。もうあの二人でやるラジオも楽しいですけどね、たまにこうやって一人で話すのもすごい新鮮でいいなと思いました。ここで皆さんにお知らせがあります。2月の21日から3月6日まで三越伊勢丹グループで春の始まりを告げるお祭り、花々祭という、まあ、あのお祭りがあるんですよ。でそのお祭りのテーマソングを私たちグリムスパンキーが書きました。これはですね、まあ、すごくラブ&ピースで、すごくこう温かいサウンドで、あの本当に春がやってくる温かいなんかイメージと、あとはもう日常のまあその素晴らしさっていうものを描いた曲なので、あのぜひ皆さん聴いてください。あのこの曲はですね、動画サイトにもう上がってると思うんですけど、その花々祭の宣伝映像みたいなのがあるんですけど、そこの後ろでちょっとだけ流れてます。 The Flowers 聴いてください。それでは今日はここら辺なんですけれど、ぜひあの映画の感想もお待ちしておりますし、今日の特別インタビューの感想などなどお待ちしております。それでは今日はここまでです。お相手はグリムスパンキーギターボーカルの松尾レミでした。また来週。